平田ヘッド、天神効果で大逆転。阪神、平田勝雄ヘッドコーチが8日、日本シリーズの MVP に岡田彰布監督を挙げた。2歳上の指揮官を選んだ理由について、久しぶりにユニフォームを着て、得意の将棋をしている感じ。リズムで勝負を楽しんでおられると明かした上で、湯浅を投げさせたところは、痺れましたよと熱弁した。甲子園での第5戦では、岡田監督の指示で今季2度目の円陣を行った。0対2とリードを広げられた直後の7回の攻撃前、ヘッド自らが選手を鼓舞。8回に一挙6得点の逆転劇で流れを引き寄せた。この舞台裏では、まさかの出来事があったようで。VTR 出演した坂本は、お前ら、ちゃんとやれよ言うのかと思ったけど、最後に噛んだ。そこでほどけたのが、逆転劇に繋がった。隠れたヒーローと、天神が勝因だと明かした。平田ヘッドは、まだ3イニングあるし、2点差ワンチャンスだから。と言った時にちょっと、噛んじゃった。近本が、噛みましたねなんて言うから、余裕があるなと思ってね。坂本はそんなところまで見ていると、裏側を振り返っていた。平田ヘッド最高。これが、今年の阪神、日本一になれた理由。その時監督は、の質問に、裏で一服してたから知らんって、話も面白かった。長年、いろんな役目で貢献してきた平田勝雄は、間違いなく功労者大事にしてよ。坂本選手が笑顔だったので、どんな円陣だったのかと思っていたけど、平田ヘッドの神々があったんですね。ビールかけの時にヘッドが、君らはやっと俺たちに追いついた、次は追い抜いてくれ、と言った時、葉っぱのかけ方が上手い人だなと思いました。今季、岡田監督の隣に、ずっと平田ヘッドコーチが寄り添ってる姿に安心感がありましたわ。選手時代からの窮地の中でもあるから、めっちゃ頼もしかったわ、そらそうよ。こういう裏話はとてもいいな。テレビを見れてないからありがたい。坂本の、噛みましたねーなー。その冷静さ、余裕がチャンスに強い理由の一つかも。ナイスツッコミです。平田さんの、ムードメーカーぶりは、誰しもが認めるところ。白井球審を一括する動画のイメージが強くて最近見る平田ヘッドは別人のようだ。噛んで打線が、噛み合ったということで。お疲れ様です。